フィファ女子ワールドカップ2023はまだグループステージ3試合を終えた段階ではあるものの、なでしこジャパンの選手が得点ランクをリードする展開になると誰が予想しただろうか。それもセンターフォワードの選手ではなく、MF 宮沢日向がだ。23歳の宮沢は初戦のザンビア戦、先日のスペイン戦でそれぞれにゴールずつを奪い、4ゴールで得点ランク首位に立っている。 世界もこの活躍は予想外だったのかもしれない。イギリス、ザ・ガーディアンは、今大会でブレイクした選手10人、と題した特集に宮沢を含めている。得点ランク首位の選手となれば、この選出は妥当だろう。他にはブラジル代表 MF アリボルジェス、22、ハイチ代表ゴールキーパーケルリー・テウス、24、アイルランド代表 FW アビー・ラーキン。 18、ノルウェー代表ゴールキーパーソフィー・ロマン・ハウグ、24、オーストラリア代表 DF ・クレア・ハント、24、ナイジェリア代表 FW ・トニー・ペイン、28、コロンビア代表 FW ・リンダ・カイセド、18、ポルトガル代表 FW ・フランシス・カ・ナザレス、20、イングランド代表 FW ・ローレン・ジェームズ、21が選出されている。 なでしこジャパンでは大会前に FW 岩渕真奈がメンバーから外れており、世界的にも有名だった岩渕のメンバー外は世界も予想外だったのかもしれない。日本の攻撃を誰がリードするのか気にしていた人も多いはずだが、グループステージでは中盤の選手が積極的に前線へ顔を出すプレーも目立った。その流れの中で宮沢が4ゴールを挙げることになり、 グループステージだけで4ゴールを奪った活躍に世界が酔いしれている。